バコンチーフです、今回はディシディアファイナルファンタジーオペラオモニアの、皇帝イベントやっていきたいと思います。早速挑戦開始、ノクト一人旅で召喚獣シルフですね。謀略の支配者かな、共闘戦を、ノクトの一人旅ですね。でフェルムスコーピオンっていう敵が2体いますね。でまあ結構あの動画実況なしというか、危な、今何だか言うから今君の名は状態だった。で、結構プレイ動画でね、あの動画をアップさせていただくことが多いんですけど、初めてねちょっと実況付きでやっていきます。でシフトミーティアね、初手ミスらなければほとんど勝てますかね。でこれ直前移動、結構今急いでね、あの駆け足でやってきたんですけど、あの何会話のシーンとかも全部スキップしながら来て、で、セットシフトアドバンスでダブルブレイカーを得る方がいいか。で吹き飛ばしつつ倒して、で、シフトブレイクで吹き飛ばし発生させて、こうですね。多分ブレイブ使った方がいいな、これシルフが溜まりきらない。そうだね、ブレイブだな。そうですね、多分ね、ここはこれ攻撃すると危ないから、そう、全然ついていけてないノクトにでさえし、あれをつけてるという、なんだっけ、スフィアですね。スフィアをノクトにつけるほどのノクト愛がね激しいので、でここからノクトの火力は下がっちゃうけど、まあ大丈夫かな。で敵のあれが何、ゼロキロシフトがね剥がれてるから、これつけ直してあげよう、親切ですね。で、シフトミーティア一番火力取れる攻撃のみな、 HP2 プラ HP2 プラ終わり終わり、まあ、召喚獣をね、使っちゃえば、まあ、こっちのものなんですけど、プラス化して、でもしエアビー残ってたら、あの召喚獣終わりで敵のターンが来る、しかもブレイクができない召喚獣だったら、エアビーで持ち越してから、プラス技を、召喚獣にね、あの召喚獣にプラス技にした技を当てて直前移動して、また攻撃をね続けるっていう方が良さそうです。ガチャチケ28枚と、40連でちょっと皇帝の EX 武器を狙いたいんですけど、まあ中間中間に10連ガチャをね引いていこうかなと思います。あ、確かに海炎ね EX 来てないから何、ね、違う必殺剣4か7が、あ、どっちもかに、あの4連続攻撃が海炎あるんですよね。全然関係ない海炎の話なんですけど、今ねあの星4武器が出たからね、4連続攻撃で、あのブレイブ攻撃プラス HP 銀スタートがを4回行うっていう、あのアビリティというか技なので、それがね EX で来ればかっこいいのかなと思います。シャキーンシャキーンってね、これあギルガメか、そうギルガメとローザがね恩恵だからね。ちょっと音量通そうかな、ガチャなのでシャキーンがね聞こえるので。あ、おお、ちょっともったいぶったな。第一ですかね、皇帝の。そうだね、そうそうそう、いや欲しいな第一と、あと第二武器もね取らないと。と銀スタート結構個人的に熱いですね。銀金はもう逆に星5って分かっちゃうから、あの来ないかな、来ないかなじゃないや、武器星5武器来るのは確定でわかるんですけど、ちょっとロマンがないのかなと。シーモアね、一時期強かったシーモア、星4防具か、ああれか、カイエンも力出す気、星4防具か、あの8無限っていう数字になってる、数字にはなってないけど無限だ。不良だ、不良は EX ないから来てもちょっとあのよしっていうぐらいですね。雷神ね、雷神悲しいよね。ちょっと星5強になろうかな。星5武器引いたら、
ガチャに移りたいけど、なんかこの調子だと出てこなさそうだな。一応ガチャチケはね、ステップじゃないわ、ステップはしないわ、座りながらステップって絶対やるんだ。スキップをね、しないようにして、で、あれ全然熱くないとか言ってたのに、すげえもう体が熱くなるという、おい、星5武器です。第2武器ですね。これで完全体の道は開けたので、でそろそろ10連いきたいと思います。よいしょ。ちょっと数字数えながら、見ながら、じゃねえや。ここで5ですね。お、早いね。7。角がいい。2枠、金。不利用の第2かな？番の第1。時空越えしなさんな？バンは第1も第2も持ってるから、いらないですね。EX もね、最近、あれだ、バッシュイベで引いて、君じゃないんだよなって言いながら、でも、貫突にするというね。貫突？進化未突かな？にはしてありますね。ただ、短期決戦の鬼だけど、まあ、そんなにインゴットも少ないっていうので、ちょっとあの子にはちょっとレギュラーから飛び降りてもらいましたね。おいよおいよ、残り11枚か。星5出るかな。星5出なかったらあと10連だけっていう、普通逆なんだよな。10連で出なかったらガチャチケで補うみたいな流れが一般的ではないけど、あとはあれか、大型アップデートも出るからね、銀スタート25日かな。そう。おお、金来た。キルガメ第2か。とつったんじゃん。あ、とつってないか。あ、じゃあいいや。あ、ごめんなさい、間違えた。いや、ちょっとスキップします。で、これで星5はね、出ないね。はい、いきます。ちょっと1個、星3挟んじゃった。挟んじゃったけど、許してくれるかな、皇帝は。花。ここをね、金はね少ないけどね、僕はまあ引くんで。食って満身してたら引けないね。9、あれ、あと1個かな。11個目かな、これ11個目でしたね。確定枠皇帝第1か。単発は引かずにであれば、まあ銀スタート、こうやって円描いて、ほいってやるとね、まあ、引けるんですね。引けない。無心で、無心でやりなさいよね。暗殺か。パラセシも早く進化来てほしいな。あれ、EX はパラ4、そうですね、ライトスラスターの構えがシャインブラストだったので、で、ライトスラッシュでしょ？地上技、ディシリアでもおなじみの、ディオデシムでも。まあ、あれか。何？あれも DDFF って言えばいいのか、一括りで。そうそうそう、 DDFF おなじみのライトスラスターとで、セイントダイブがあれだ、1アビかで、2アビがホーリーフレーム、ダークフレームをホーリー版にしたものですね。アンセシのあれかっこいいよね。光の方もかっこいい、ロマンがある。はい、まあ、アンセシがね、今結構吹き飛ばしキャラの中では供給しつつ、でも HP は自分の HP はね削る代わりにっていう感じだけど、供給しつつ吹き飛ばすから、後院続くキャラがアタッカーとかでもねダメージをちゃんと与えられるっていう、プレイ補助をする必要がないキャラって結構あれですね。ふふふふふ、はい。いけるか、すごい変態的なことしたけど。これ5個目。お、銀早い。6個目。で、銀5個で埋まるんでしょ、知ってる。ラグナレワールさんか。そうだよね。ラスト、1枠。確定枠。第2か。第2。第2止まりな感じするな。
UX いけないかもしれない、今日で。はい。まあ、引くだけですね、ガチャが。ジェムの許す限り、引くだけ。これ、優勝分で使ってるんだよね。ガチャに課金したみたいな、まあ、まあいいんですけど。無課金でどれだけ引けるとかじゃなくて、他のアイテムは買ってもいいから、ガチャには、お、3枠。そう。課金せず、あ、2枠だった。やりたいなと思うんですけど、まあ、課金しようかな。いやいや、そんな、すぐには課金しないけど、そう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 。また、スキンとかね、来たら、買ってね、アーティファクトの上限伸ばしつつ、で、また、この皇帝不良ガチャ、引いて、で、パワピとね、交換するか、天井に回すか、まあ、そこまで全部貯められないかもしれないけど、で、ちょっと相談しながら、ちょっとやってみたいと思います。また次元の際当てもクリア画像をポンって載せるだけかもしれないけど、やっていくので、で、これはガチャ引いたから大丈夫。そうだね。あとクリア覚醒じゃない。クリスタル覚醒もね、やりながら、という感じで、あと教頭も周回しながら、やっていきたいと思いますので、もし、キング、喋った。かぶったね。で、教頭で当たったりしたら、よろしくお願いいたします。これちょっとでんパチって消えたよね音。まあいいや、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you。